ちょっと月曜日もしかしたら変更になるかもしれません。また告知します。じゃあ最後前野さんの愛の言葉で終わらさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ご視聴したいと思います。また SNS の方をフォローして聞いてください。ありがとうございました。